軍隊です。お願いします。この場にいらっしゃる方も、ね、はいはい、配信見てる方も、はいはい、あの僕ら子供からお年寄りまでみんなが楽しめる漫才ありますんでね。おお、どうした、安心して見ててくださいね。いやいやいや、どうしたのそれ。別にまあまあそうなんですけどね、うん、まあまあ突然ですけどね、僕はあの最近ちょっとあのまあね、これ皆さん思ってると思うんですけど、まあ、ちょっとあの旅行にね行きたいなと思ってて、でもう今なかなか行けないじゃないですか。でね、もう旅行行って、ほんでみんなで旅館に泊まってさ、ほんでもう温泉入って浴衣着て、でもみんなでトランプやりたいなと思ってるんですよ。なかなか行けないからね今ね、うん、え、聞いてんの人の話。俺最初なんつったよ、うん、え、何が。子供からお年寄りまでみんなが楽しめる漫才ありますから安心してくださいねって俺言ってなかった。言ってたよ。別に行けるやん、別に今旅行行こうねぐらい。え、なんでそんなお年寄りが聞き取れないスピードで喋るの。なんなの。いやいや別にそれ今ぐらいやったら分かるやん。配信とかお年寄り見てないと思ってる。いやいや、そんなこと別に思ってないけど、別にそんな聞き取られへんスピードじゃなかったよ今。え、じゃあお前はこれぐらいだったら聞き取れるだろう、伝わるだろう、うん、こういうだろう漫才は。それ何やねん、だろうみたいな。だろう漫才って何やねん。プロだったら聞き取れないかもしれない、伝わらないかもしれない。あ、まあね、ね、うこういうかもしれない運転を漫才引っ張られてるから自分で、うん、かもしれない漫才、かもしれない運転しちゃわないから、かもしれない漫才をやらないと愛される漫才師にはならないでしょ。14年目だぜ あそうですか。バカじゃないの。ごめんなさい、すいません、申し訳ない、すいません。僕は最初からゆっくり喋りました。はいはい、あの僕ね、最近あの旅行に行きたいと思ってるんです。ごめんね、あのね、どうしたの。その旅行っていうものがわからない子供たちもいるわけじゃん、ね、その時点でもう俺ら取り残しちゃってるよ、その子らを。いや、これ楽しめてないけど、そんな俺言い返すわけとかじゃなくて、マジ旅行はわかるで、わかるし、もし万が一わからんかったとしても、見てる方ね、今日はもうお子さん来てないんで、見てる方でお子さんが見てたとしても周りに親がおるわけやから、それは親が教えたらいいやん、旅行ってこういうことだよみたいな、うん、そうやって聞き手に丸投げするのは漫才師側の傲慢傲慢罪師。何なんそれ傲慢罪師って。傲慢罪師のだろう漫才師、うん、まとまってから言ってくれよ。おう、ちゃんとやれよお前マジで。いやいや、もう一回最初からどういうこと。ゆっくりちゃんと子供も分かるように噛み砕いて喋れっつってんだよ。ごめんなさい、すいません、はい、僕ね、うん、最近、うん、あの旅行に行きたいと思ってるんですよ。だから旅行っていうのは、ね、で、あ、旅行わかんないよね、ちびっこ、うん、旅行っていうのは、うん、あのお泊まり会、うん、子供お泊まり会よくやるから、やるでしょ、分かりやすい、分かりやすい、お泊まり会しようと思って、はいはい、うん、今の時期やっていいんですか。あ、今の時期はやっちゃダメなの。あ、その一言大事、うん、ありがとう。それは今はダメなんだけど、はい、うん、で、それ何、うん、友達の家でやるんですか、旅行っていうのは。それはあの旅館っていうところに泊まる。旅館っていうのは、うん、旅館っていうのはあの受付であのお金を払って泊まる外の大きなお家。受付っていうのは、受付っていうのは、まあ、まあ男でも女でもなれる職業わかりやすい、うん、あまり精査のない職業。それが受付。それが受付。そこにお金を払って泊まるのが旅館、うん、旅館、はい、泊まる時っていうのは何やるんですか。泊まって、ほんでみんなで温泉に入って、はいはい、あ、温泉、子供わかんないんじゃないか。あ、温泉っていうのはあの体にめっちゃええお湯、はい、めっちゃええっていうのはとても良いで、そこに入って入って、ほんで出て浴衣て、浴衣、お前子供わかんねえだろ。あ、浴衣っていうのはあの布特徴はあの一枚布、うん、それを着て、それを着て、はい、あ、ちょ待って、お年寄りが聞き取れないんじゃないか、布、あの布それを着て、はいはいはい、着て、ほんで着て、ほんでみんなでトランプ。あ、トランプ、お前バカ野郎、絶対わかんねえだろ。ごめんなさい、そうだ、トランプっていうのはあの4つのマークがあるカードゲームね、うん、4つのマークっていうのは、っていうのはハート、うん、スペード、うん、クラブ、うん、ダイヤ。ハートっていうのは、ハートっていうのはだからまあこういう形のね、まあだからそのまああの愛、うん、愛を形にしたみたいな。愛っていうのは、愛っていうのはまああの見失いがちやけど、ね、この世で一番大切なものわかりやすい、はい、次ダイヤ。ダイヤっていうのは、うん、あの宝石だよね。宝石なんて言い方すんのは難しいな。宝石っていうのはあのめっちゃええ石めっちゃええっていうのはあのとても良いそれがダイヤ。それがダイヤ。はい、次クラブ。あ、クラブっていうのはあのサザエさんの頭。あ、分かりやすい、うん、こういうやつ、ね、はい、分かりやすい。はい、じゃあ最後スペード。スペードね、はい、スペードね、おい、早く例えろよ。スペードはあの子供がパニックになるんだろう。残りの1個って覚えてるあれだけその形変な、いびつな形してるから例えれないの。例えれない。じゃあ残りの1個って覚えればいいの。残りの1個って覚えてください。あとお前、うん、ジョーカーっていうのもあるけど、あれはもう無視でいいんですか。ああ、ジョーカーね。ジョーカーって何なんですか。あ、ジョーカーっていうのは見た目だけで何もしてないのに
嫌われがちな人それがジョーカーです、はい、それじゃあまとめると、はい、結局トランプっていうのはそういうことなので、うん、そうね、トランプっていうのは、うんうん、だから、まあ、子供でも大人でも、うん、あの遊べるものあのみんなに愛されてる、お年寄りが、お年寄りが聞き取れない、あのもの。いや、あれさ、すごい分かりやすかった、分かりやすかった、やればできんじゃないの。ありがとうございます。じゃあ次、あの配信見てる外国人にも分かるように、はい、最初から全部英語でいこう。君、いや、もうええわ、どうもありがとうございました。